けど、でも行かなきゃって一生懸命起きてて偉い。ずっとお家で寝ていても偉い。それは体が疲れてるサインだから寝てなくちゃでしょ。体のサインに気づいて偉い。受験勉強を頑張っているあなた偉い。今までしたことないぐらいの時間を勉強たくさんしてると思う。すっごく偉い。人のためでも自分のためでも何か一生懸命できるってことはすごいことなんだよ。偉いよ。すっごく偉い。一気チャンネル。今日はあなたをたくさんたくさん褒めたいと思います。今日の褒める単語は偉い。偉いです。みんなさ、やっぱり偉いねって言われること少ないですよね。大人だし、子供の頃は晩ご飯が出来上がってお皿出したりしたら偉いって褒められたような記憶があります。そんなことでって思うかもしれないけど、ただそれだけのことがすごく嬉しかったりするよね。毎日のちょっとしたことでもあなたがしたことを偉いって褒めていきたいと思います。覚悟してくださいね。私の偉い攻撃をちゃんと受け止めてください。それでは始めます。偉い。偉いぞ。頭を撫でて褒めたいぐらい偉い。すっごく偉い。毎日頑張っていて偉い。朝起きてお仕事や学校に行って偉い。すごく偉い。朝は眠いじゃないですか。眠いし二度寝もしたいけど、でも行かなきゃって一生懸命起きてて偉い。二度寝しちゃってもちゃんと起きたりしてて偉い。ずっとお家で寝ていても偉い。それは体が疲れてるサインだから寝てなくちゃでしょ。体のサインに気づいて偉い。見逃しやすいもんね。偉い。偉いぞ。受験勉強を頑張っているあなた偉い。今までしたことないぐらいの時間を勉強たくさんしてると思う。すっごく偉い。今が頑張り時だもんね。頑張ってて偉い。すごい。お仕事を頑張っているあなたもとっても偉い。もう年末だからきっと忙しくなるお仕事もあると思うんだよね。頑張っていて偉い。朝ごはんを食べていて偉い。お昼ごはんでもいい。ちゃんと
してるってことだから、偉い。偉いよ。偉い。偉いよ。あなたは偉い。とっても偉いよ。いつも頑張ってるもんね。偉いよ。とっても偉い。元気に過ごしていて。私があなたを褒めます。とっても
します。また次の動画で会いましょう。